はい、どうも、竹の子塾の大久保です。今回はですね、中学校2年の数学、連立方程式。今回は、これですね、括弧を含む連立方程式ね。括弧を含んでいる連立方程式のね、解き方っていうのを見ていきたいと思います。で、まあ、ポイントなんですけど、まあ、ここですね。まず、括弧を外して、ね、式を整理する。それから、加減法とね、代入法。まあ、どっちかを使って、2つの文字ね、答えを出していくよ、と。いうことで、じゃあまずこの1番号ね、まあ、x プラス 3y イコールマイナス1とね。で、問題下ですね、3、カッコ x プラス 2y マイナス 2y イコール2とあるので、まずこの下の式ね、番号をつけて、1、2とね。で、このまずね、丸2の式のね、まあ、ここに書いてあるように、カッコを外して、ね、で、x と y と、まあ、数字をね、きれいに整理していきます。で、まあ、ちょっと書いていくと、まあ、丸によりね。で、これ結局括弧外すってどうしたかっていうと、分配法則ってあってね、この3を括弧の中の x とプラス 2y にそれぞれかければ括弧外れますね。なので 3×3x プラス 3×2y なんで 6y マイナス 2y イコール2とね。で、これを y がね、2つ、6y とマイナス2はあるので、まとめて、3x プラス 4y イコール2とね。まあ、こういうふうになりますよ。で、これをちょっとね、2ダッシュというふうにね、名前をつけておくと。で、そうすると、この式ね、この2ダッシュのこのね、式ね、とこのね、1番のこの式で、加減法を使うと解けますよね。まあ、こっち 3x プラス 4y イコール2で、x プラス 3y イコールマイナス1だけど、この丸1をね、3倍してあげると、ね、3倍すると x が 3x になる。ね、こっちはもう 3x ってあるので、この丸1の式をね、3倍して 3x でね、揃えてあげましょう。で、ちょっと書いておくと、丸1を、3倍ですね。この式を3倍しますよ。すると、まあ、x3 倍だから 3x。3y3 倍なんで 9y。で、マイナス1も3倍で、マイナス3ね。で、これを、まあ、丸1ダッシュというふうにつけてあげると、ね。あとはこのね、上の式、あ、まあ、こっちか。丸1ダッシュから丸2ダッシュをね、引き算すれば、x を消して y だけの式が作れますよ。っていうのでやっていくと、丸1ダッシュ引く丸2ダッシュね。これ引くこれをすると、3x プラス、3x プラス、いいかな。3x プラス 9y イコールマイナス。そうね。この式をこっちにね、書くからね。と、で、次はこれですね。引くことの 3x プラス 4y イコール2ね。この2つを引きますよ、とね。で、これ x 当然消えて、4、9y 引く 4y なんで、9引く4で、5y ね。これ、マイナス3引く、ね、2だから、マイナス3と、ね、マイナス2っていうことなんで、マイナスの5とね。で、y がマイナス1とね、こういうふうに出てきました。で、あとは、ね、y イコールマイナス式、マイナス1を、まあ、ちょっとこのね、上の方の式にでも代入すると、y イコールマイナス1を、丸1に、まあ、代入ね。ここに代入。この3のところ、3y の y のところにね、マイナス1を代入するんで、まあ、x プラスとね、あ、プラスっていうか、まあ、最終的に、ここにね、マイナス1を入れるから、3×マイナス1なんで、ここマイナス3になりますね。イコール、マイナス1とね。で、マイナス3をこっちに移行すると、x イコールマイナス1、
プラス3なんで、まあ、x が2というふうに出てきますよね。x が2と。まあ、なんで答えは、と書いておくと、xy、イコール、2マイナス1というふうになりますということですね。まあ、最初はね、このね、カッコ外して、ね、カッコ外してあげたらね、あとは、このカッコ外した式と、ね、元からあるこの丸1の式ね、これを、丸1の方はね、3倍して、係数をね、x の係数を合わせて加減法でね、解きますよっていう問題でした。で、ちょっとこのね、カッコの1の方を割りたいと思います。はい。では続きまして、今度こっち、カッコの2番ですね。カッコの2番。これも、カッコをね、外して、連立方程式ね、解いていくやり方なんで、ですけれども、カッコ1番の方はね、カッコ外して整理した後に、まあこれ加減法を使ってね、解いていったんですけど、今度はね、ちょっと、ここの式 y イコール x マイナス5ってあるので、まあ、こっちの方の式はね、まあこういう形が、1個式があるので、まあ代入法をね、使ってやっていけばいいんだなーっていうのがね、わかると思います。まあでもその代入法を使う前に、まずはね、カッコがついている式っていうのは、このカッコを外して整理する。その後で、代入法で解いていきましょうとね。で、ここにね、この下の方の式に括弧がついているのでね、まずは括弧を外して、さっきのこっちみたいに整理していきますよとね。で、ちょっと番号をつけて、丸2よりと。まあ、これですね、さっきやったのと同じで、こう分配法則を使って括弧を外す。ね、2を。2x とマイナス y にかける。そうすると 2×2x で 4x。で、2×マイナス y で 2y プラス 5y イコール6。ね。で、これまたマイナス 2y とプラス 5y 整理できるんで、4x マイナス2とプラス5なんで 3y イコール6。ね。これは丸にダッシュというふうに。名前つけておきますよ、ね。で、この式をね、こういうふうに、カッコ外して整理して簡単にしてあげる、ね。で、この 2' の式にこのね、y イコール x マイナス5を代入してあげる。と書いていくと、丸1を丸 2' 今できた式ですね。ここからこうした式に代入と。で、してあげると、y が、ここですね。3y の y にこの x マイナス5を入れるのでプラス3カッコ x マイナス5イコール6ね。ここの 3y の y のところにね、 y は x マイナス5なんでカッコをつけてここですね、 x マイナス5を入れてあげたよって、ね。で、あとはこれね、計算していきます。まあ、これカッコ外していって 4x プラス、まあ、3×x なんで 3x、3×マイナス5でマイナス15、まあ、イコール6ってね、こうなって、で、あとはもう、x 同士を整理すると、7x とね、イコール6プラス、マイナス15を移行するんで、プラスの15とね、なんで 7x は21とね、で、両辺7で割ってあげると、x イコール3ね、で、x が3っていうのが、出てきましたね。で、そしたらこの x イコール3を、まあ、こっちのね、上の方の式に代入した方が、じゃ簡単なんで、x イコール3を丸1に代入、ね、してあげると、ここにね、3を代入するので y イコール3マイナス5でマイナス2とね、 y の値も出てきましたということで、答えが、まあ、xy イコール3マイナス2とね、という形になったということですね。まあ、両方ともね、やり方としては、この括弧がね、含まれている場合は、括弧を外して式を整理する。で、その後に、まあ、この1の方だったら、加減法を使って、ね。で、こっちの括弧の2の方だったら、代入法を使って解きました。とね、いう形ですね。ではですね、今回これで終わりたいと思います。ありがとうございました。